スレーマン・バンバはフランス・バルド・マルヌ県イブリー・シュルセーヌ出身のサッカー選手。ミドルズブラ FC 所属。ポジションはディフェンダー。下部組織に所属していたパリ・サンジェルマン FC でプロとしてのキャリアをスタートさせるもリーグ戦は1試合のみの出場に止まった。 2006年7月にダンファー・ムリン・アスレティック FC に移籍。2008年9月、ハイバーニアン FC に移籍。2011年1月、チャンピオンシップのレスター・シティ FC に移籍。2012年6月、移籍金75万ポンドでトラブゾン・スポールに移籍。2014年8月、セリエ A の US チッタ・ディパレルモに移籍。2015年6月、 1>, 1月からレンタルで加入していたリーズユナイテッド FC に完全一席。2016年10月、カーディフシティ FC にフリーで加入。2021年8月10日、ミドルズブラ FC と1年契約を結んだ。フランス生まれながら両親がコートジボワール出身のためコートジボワール代表でのプレーを選んだ。ユース代表として2003フィーファワールドユース選手権や 北京オリンピックサッカーに出場した。2008年イスラエル代表との親善試合でコートジボワール代表デビューした。2009年1月7日の親善試合、ルワンダ戦で代表初ゴールを記録。ありがとうございます。